あの店の名前は北極と申します。アイスキャンデーのお店です。はい、おすすめの商品はあのアイスキャンデーの中でもうやはりミルク小豆が一押しですかね。はい、売れてる商品もミルク小豆がそうですね。はい、私のおすすめというか好きなのはココアなんです。はい、あのバンホーテのココアを使ってまして、まあ、あの香りもよろしいですし、はい、あの昔からはココアが好きなので、はい、はい、ホップシュークリームです。当店ではカリカリサクサクのシュークリームとシューアイスとパフェジェラートを販売しております。おすすめの商品は、シューアイスの抹茶とあとパフェジェラートをおすすめしております。売れている商品はシュークリームの、カスタードとあとスイートポテトがとても人気があります。個人的におすすめの商品はパフェジェラートのキャラメルクランチです。皆さんのお越しを心からお待ちしております。よろしくお願いします。ウェルカム皆様ようお越し。まあゆっくり遊んで帰りよし。うちはどこにも絶対負けまへんだから。韓流ショップギルズハウスです。4月の7日より、大阪に新大久保より上陸してきました。当店は1階韓流コスメを販売しており、2階では韓流グッズの方を、販売しております。おすすめはヘビ毒とミツバチ毒のマスクです。こちらは今話題になっておりまして、ヘビの毒の成分にはシワを伸ばす効果があって、エイジング肌の方にはこちらをおすすめいたします。ミツバチ毒というのは蜂の唾がニキビに効くという研究結果が出てまして、お肌のトラブルで お悩みの方はミツバチ毒をおすすめしています。当店で一番人気の商品はこちら、プレステージクリームドエスカルゴカタツムリクリームです。もう知ってる方も多いと思いますが、カタツムリには肌を再生させる力やニキビ跡を消す力、あと美白効果も期待大です。でこちらは本当に使い心地も良くて、お肌が翌朝もちもちプルプルということを実感してもらえると思います。ぜひ当店来てお試しください。当店人気第2位のこちら涙ライナーです。とこちら目の下にスーッと引いても線をラインを引いてもらうだけで、目がうるうるっとした表情を表現できてとても人気の商品です。カラーはピンク、ホワイト、シャンパンゴールド、そしてナチュラルベージュと4色揃っております。こちらのアロエベラスーシングジェルです。こちらはアロエの成分が 92% 入ってまして、お顔全身はもちろん使っていただけるのですが、髪の毛にもつけていただいたり、女性の方でしたらリキッドファンデーションを使うのお客様は、こちらを少し足していただくだけで保湿成分がぐっと上がって使い勝手がとてもよく、使い心地もいいです。
こんにちは、私 WJ の城本と申します。この店は恵比寿橋商店街の中にありまして、まあ、メンズ主体のカジュアルショップを展開しております。まあ、店内は1階から2階という形で約70坪の売り場面積を誇って、皆さんの、お買い物のお手伝いをしております。こちらのポロシャツで、特にあの水玉とか、ドクロとか小柄柄が非常にポイントになっておりますけども、普通に見ると単なるワッペンとか刺繍とかいう形なんですけども、あのスパンシー使っておりますので非常に伸び縮みがあってぴったりすると。で、この単なる、付属使いっていうのが付加価値につながってて、よくこれが、好評を得ておりますので、またこれを売っていきたいなというふうに思っております。あのデニムシャツで、これからのシーズン暑くなっていきますので、今までしたらあの長袖から七分という形ですけども、今からは半袖というような形のレイヤーを楽しんでいただければいいかなというふうに思います。七分ですけども、あのマドラスチェックという形になりますけども、一つはあのボトムにベージュ系のクロップドパンツ、そういった形とあの組み合わせていただきますと、非常にあのこの夏のシルエットというのが完成しますので、まあ、これをぜひお勧めしていきたいなというふうに思います。柄っていうのが豊富にあります。で、丈なんですけども、今若者に一番受けておりますのはこちら、クロップド丈っていう部分で膝下丈になっております。それから、膝丈のショートパンツ、それから一つ女性の方から着ておりますけども、こういったニー丈という短いこの3パターンでまず丈を押していきたいなというふうに思っております。の柄としてはこういったちょっとインディアン調というんですかね、こういった部分がすごく見た目にも可愛いという部分出ておりまして、これが非常に、こちら今からのシーズンのね、推し一押し商品という形になりますので、まあ、皆様よろしくお願いします。メーカーさんビッグジョンさん、まあ、日本で最古のジーンズメーカーというような形で、今回提供いただきましたけども、4パターンあります。でこれがニードルレッグといいまして、針のように細いという部分で、ちょっとスキニー調のデザインという形になっております。ストローレッグという部分で、タイトストレート、いう形になっております。でこちらがキャンドルレッグといいまして、ポイントとしましてはね、フロントがこちらボタンになっております。そしてキャロット人参という形なので、裾だけがね若干だけ細いというような形で、年配の方だったらご存知かと思いますけども、リーバイスの昔の501という形を、非常に再現したモデルという形になっております。こちらがちょっとワイド的なストレートになります。いう形、こちらが万人受けするモデルかなというふうに私は思っておりますけども、非常にね、生地も最初固めです。5回ほど洗っていただきますと、非常に肌に馴染んで、ヒップだけが若干縮み出ますけども、非常に履いていくと味が出てきて縦落ちという形でね、非常にジーンズ好きには好評を得ると思いますので、まあ、今後とこれを推していきたいなというふうに思ったり、普通にね、ロゴの入ったような T シャツなんですけども、昔でしたらね、白一色黒一色というような形の商品が多かったと思うんですけども、例えばこういった具合に、少し色をまだらにしている木調のデザイン生地ですね。見てください、この大柄の水玉、女性から見てもね、男性から見ても可愛いというような商品がやっぱり、お客様には受け入れられているという部分で、特にボタンですね、ボタンの配色にも気使って変えているというようなところが売れ筋の要因になっているかなという、幅広い年齢層に売れていくのがやっぱりこういったデニムシャツと一部というような形で、今回これが売れ筋になっております。ベルトがついている、まあ、もしくはこういった形でね、ダブルベルトにダブルウエストというような形と、特に裾がねこういった形でクシュクシュッとなっているような商品が受け入れられております。で一番の売れ筋としてはこちらのデニムタイプ、のダブルウエストダブルベルト、こういった知能系、特にベージュですね、この2つがお客様から両方どっちがええねんというような形で、好評を得ております。イージーパンツですね、非常に楽な部分の履き方ができますので、履きこなしという部分でも非常に多様化できると商品になっております。同じ朝という部分ですけども、こういったゆえに、やっぱり裾がクシュクシュっとなった商品というのも若い子を中心に、売れております。夏真っ盛りに今後向かっていきますけども、ますます品揃えをね拡大していって、皆様のお越しをね、従業員一同お待ちしておりますので、ご来店よろしくお願いいたします。
に必ずもっとみんなの笑顔が増えるよきっと。恵比寿橋までこの先ずっとだから、よってらっしゃい、見てらっしゃい、迷わずとにかく入ってらっしゃい。こんなにええとこおまへんで、他にこんなにええ店おまへんで。